皆さんこんにちは、さやまこです。いつもご覧いただきありがとうございます。今回はじゃん、ダイソーさんで購入したこちらの木製ピンチを羊毛フェルトを使ってナチュラル可愛い北欧風にアレンジしていきたいと思います。それでは始めていきましょう。はい、それではまずはじめに今回使っていく材料を紹介していきます。こちらのダイソーさんで購入した木製ピンチナチュラルカラーの20本入りです。いくつかサイズがあったんですが、今回はこちらの中ワイドって書いてあるものを使用していきたいと思います。続いてこちらのシート状のフェルトです。こちらは手芸店で購入したものでもダイソーさんで売ってるものでもお好きなものを準備してみてください。そして今回こんな感じのイメージでお花だったりクマさんなんかを飾っていこうと思うので、そちらに使うお好みの羊毛、そしてあらかじめ今回はこういったクマさんの型紙を作っておきました。イラスト描くのが苦手な方はこんな感じで型紙を準備しておくと下絵を描きやすいかなと思います。そして接着するためのボンドやグルーガンがあるといいかなと思います。こちらの材料の詳しい説明については下の説明欄でご紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。はい、それでは早速作っていきたいと思います。先ほどの木製ピンチの袋を開封してみました。中はこんな感じで10個ずつに分かれた木製ピンチが入っています。こんな感じの白クマちゃんを作って、後ほどグルーガンやボンドでこんな感じで留めて作っていこうかなと思っています。そして今回はこのピンチということでつまんで使用するものになります。なのであまりここに立体的なものをつけてしまうと使いにくくなってしまうので、以前ブローチの時にご紹介したようなこちらのシート状のフェルトに羊毛フェルトを刺繍して平面的なクマさんを作ってそちらを貼り付けていこうかなと思っています。はい、ではまずこちらのフェルトの方にこの型紙を使ってクマさんの形を写していきたいと思います。はい、こんな感じで先ほどの型紙を使って2つのクマさんの形を写してみました。こちら側に羊毛フェルトで刺繍をして、こちら側はあらかじめ切り取っておいて後ほど刺繍した作品の裏側に貼り付けていくようになります。なのでまずこちらをカットしていきましょう。はい、こんな感じで切り抜くことができました。こちらは後ほど使うので置いておきます。続いてこちらのクマちゃんの刺繍をしていきます。以前ご紹介したブローチの作り方の動画で今回の刺繍の方法詳しくご紹介しております。ぜひそちらを参考にお好きな刺繍を作ってみてください。こんな感じでまずは全体的に白い羊毛をのせていきます。はい、こんな感じで全体的にまだざっくりとですが羊毛をのせてみました。ここからさらにこの端っこのふわふわの部分だったりこの角の部分ですね、耳の付け根のあたりもくっきりとさせつつもう少しだけぷっくりとなるようにこんな感じで少し短く繊維をちぎった羊毛をちょっとずつバランスを見ながら少しぷっくりさせていきたいと思います。この周りの羊毛はニードルを若干寝かせながらスライドさせて刺していく、スライドさせてシートフェルトの方に入れ込んでいくようなイメージで周りを整えていきます。この角の部分とかもねくっきりさせてあげるとよりクマちゃんの形がはっきりするかなと思います。はい、こんな感じで今しばらく結構時間をかけて形を整えてみました。最初のうちはこのクマちゃんの形を平面的になるように均等に羊毛フェルトを差し付けていたんですが、ちょっとそれだと私的になんだかしっくりこないなっていう形だったので、横から見るとわかるかな、こんな感じに顔の部分は割と厚めにして耳の部分は顔よりも厚みを減らして刺すことで少しこんな感じの奥行きのあるというか立体感のあるクマちゃんの顔にしてみました。はい、そしたら続いてこちらに鼻周りや目のパーツをつけていきたいと思います。はい、こんな感じで少量取った羊毛を軽くほぐして小さな楕円になるように丸めます。そしたらこんな風にマットに置いて軽く裏と表を差し付けて形を固定させていきます。はい、こんな感じで少し固定されたらこの時点で軽く側面も刺しておきます。指を刺しそうで心配な方はこんな感じで厚紙に挟んで作業を進めていただけると安全なのかなと思います。はい、ちょっとこんな感じにまとまったらさらに薄く取った羊毛をこちらに巻いて
さらに差し付けて表面を整えていきます。はい、こんな感じに綺麗にまとまったら、先ほどのこちらのクマちゃんのお顔の方に差し付けていきます。この場所は真ん中でもいいし、上の方でもいいし、お好みで決めてみてください。今回はこの辺にしとこうかな。少し下目につけてみようかなと思います。しっかりとずれないように指で押さえながら、周りをこんな感じでぐるーっと一周差し付けていきます。この時横から見ると大体このような斜め45度ぐらいかな、このぐらいの角度でぐるーっと一周差し付けていきます。はい、こんな感じでしっかりと鼻の周りがつきました。続いてこちらの今つけたパーツの一番上のところに、焦げ茶色の羊毛で小さな丸を作って鼻をつけていきます。はい、鼻を作るときはこんな感じで、ほんの少しの羊毛をまずは指先でくるくるっと丸めて小さな粒状にしていきます。はい、こんな感じでまとまったら、先ほどつけた鼻周りの上の部分に、このぐらいの位置ですね、この辺に差し付けていきます。とっても細かい作業になるので、ここは慎重にゆっくりと進めてみてください。はい、こんな感じで鼻がつきました。続いてこちらの両脇に同じ羊毛で目を作っていきます。今回は今つけたこのお鼻と同じ焦げ茶の羊毛で目を作っていきたいと思うんですが、私が普段動画で使っているような刺し目で作ることもできます。もし刺し目で目をつけていきたいなという方は、以前のブローチの動画の最初の方で刺し目でつける目のつけ方詳しくご紹介していますので、そちらをぜひ参考にしてみてください。はい、羊毛で作る場合は、作りたい目の大きさに合わせて羊毛を丸く整えていきます。そしたらこれをお好みの場所に差し付けていきます。今回はこの辺にしようかなと思います。鼻と同じぐらいか、ちょっと鼻よりも下気味につけてみようかなと思います。なるべくね、こうまん丸なお目目になるように周りから差し付けてあげると可愛い目になるのかなと思います。今回も私は極細ニードルでゆっくりと作業を進めています。はい、こんな感じで片方目がついたので、同じ要領でこちらの目もつけていきたいと思います。はい、こんな感じで両目がつきました。続いてピンクの羊毛でほっぺたにちょっとお化粧をして可愛く仕上げていきたいと思います。はい、ピンクの羊毛ほんの少しで大丈夫です。少し繊維をちぎってこんな感じにふんわりさせたら、これをほっぺたに浅くふんわりと差し付けていきます。表面にのせる感じで、あまり深くは刺さずに浅く小刻みに刺し付けてみてください。はい、こんな感じで可愛くほっぺたにピンク色の羊毛がつきました。これで一応この刺繍は完成になります。ここからこちらの木製ピンチの方につける方法をご紹介していきたいと思います。はい、そしたらまずこの出来上がったクマちゃんをこのフェルトとの境目のところで切り抜いていきます。ここはブローチの作り方と同じですね。ギリギリのラインをこんな感じで切り抜いていきたいと思います。はい、こんな感じで綺麗にギリギリのラインで切り抜いてみました。ですが、今回はこちらの木製ピンチの方につけていきたいと思うので、今回はこちらのフェルトを針と糸を使って縫い付けるのではなく、ボンドで貼り付けていきたいと思います。あらかじめ切り抜いておいたこちらのもう1枚のフェルトにボンドをつけていきます。今回はこういう木工用ボンドを使ってるんですが、もちろん手芸用のボンドを使っていただいても構いません。こんな感じで割とたっぷりめに塗ったら、今作ったこちらのクマちゃんの裏側にペタッと貼り付けていきます。はい、こんな感じでくっつきました。理想はこのボンドが乾くまで一旦しっかりと乾かしていただくといいのかなと思います。はい、そして裏側のボンドが乾いたら、ここからはこちらのグルーガンを使ってしっかりとこちらの木製ピンチに固定していきたいと思います。このピンチの先にグルーガンを入れます。はい、このぐらいつけたら、今作ったこちらのクマちゃんをしっかりと乾くまで押さえたら完成になります。はい、
今回はダイソーさんの木製クリップをこんな感じに羊毛フェルトで可愛くアレンジしてみました。動画でご紹介したこちらの白クマちゃんの他に色違いのクマちゃんとお花のクリップも作ってみました。こんな感じでいくつか作るとじゃん、麻紐に挟んで並べるだけでこんなに存在感のある可愛いガーランド風のメモクリップになります。お気に入りの写真を飾ってみたりメモを挟んで使ってみたり可愛く飾っていただけるかなと思います。そしてもう一つこんな感じでクリップ自体にこちらもダイソーさんで購入した小さなマグネットをつけてみました。こうすることでクリップ単体でも使えるので直接冷蔵庫やホワイトボードにくっつけて使えるのも嬉しいポイントかなと思います。アレンジ次第でいろんな使い方ができると思いますのでぜひ皆さんもお好きなモチーフで作っていただけたらなと思います。この動画で羊毛フェルトやってみたいなと思っていただけましたらぜひチャンネル登録と高評価通知音もよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。